あなたが調査部隊への参加を命じられた新兵？私はこの部隊の隊長、アリサ・ジーゲルト。新兵だからって甘やかしたりしないわよ。しっかり働いてちょうだい。さて、挨拶はこれくらいにして本題に入るわね。すでに聞いているはずだけれど、この部隊について改めて説明しておくわ。数日前、ここアダマン領域で謎のエネルギー反応が観測されたの。そのエネルギーの発生源と原因を突き止めること、それが私たち調査部隊の任務よ。それと今回のサポート役を紹介しておくわ。私はエミリア、エミリア・カウフマンよ。物資やこの地域の情報に関しては私に任せて。もちろんその分お代はしっかりもらうわよ。俺はブルーのクラフトだ、よろしくな。ゾイドのメンテナンスや装備のことなら大船に乗ったつもりでいてくれて構わねえぜ。彼らを含めても私たちは大きな部隊ではないわ。アダマン領域は所属不明のゾイドも数多くいるし、戦闘は避けられない以上危険な任務よ。心して挑んでちょうだい。ともあれ、これからよろしくお願いするわ。今回のミッションはこれよ。今日はこのクエストを受けるのね。期待してるわ。着任早々だけど最初の任務よ。所属不明のゾイドと戦った部隊が行動不能になっているわ。直ちに救援に向かいなさい。ゾイドは整備済みだ、スタンバイできてるぜ。所属不明のゾイドとの戦闘が予想されるわ。気を引き締めること、いいわね。初任務ご苦労だったわ。初めてでこれなら大したものね。今日の機体は当面そのまま乗ってくれて結構よ。引き続きこの調子でお願いするわね。
回のミッションはこれよ。